い、こんにちは、ハッピーです。今日のエンタメ動画の1本目は新横浜ラーメン博物館に来てみました。ここで素人が何杯食べれるか挑戦してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ中に入ったんで早速下に行ってみたいと思います。じゃあ着きました。こちらになりますここが店内で1階もカフェがあったり駄菓子屋さんがあったりするそうです。1軒目どこに行くか決めたいと思います。とりあえず1番から行きますか。じゃあどうしようかな、まあ、とりあえず1軒目は1番行きたいと思います。はい、じゃあ並んでる場所変えようかな。すぐ入れるところから行きますか。ライライテっていうのかなに行きますか。こっち、待って、お一人様一杯のラーメンだからカメラマンさんも今日は止めなきゃいけない。そう、ね、受ける。嘘、面白い。一人一杯、あ、ミニがある。ご希望のメニューを押してください。じゃあラーメンのミニにしようかな。購入ボタンを押してください。実験テーブルの上にお願いします。はい、お好きなお席どうぞ。はい、はい、じゃあ届いたんで実食してみたいと思います。じゃあ食べてみたいと思います。細め、美味しいかな。熱そう、ちょっとやけどしそう。いただきます。うん、あさりしてて美味しいです。なんかすぐ食べ終わりそう。意外と少ない。これ食べかな、分厚い。これでじゃあ最後の一口かな、いきます。うん、ごちそうさまでした。今回のエンタメ企画はなんで初回はラーメン博物館なんか近いからと、あと最近ラーメン全然食べてなかったんで食べたいなと思って、素人が何杯食べれるかちょっと参考になればいいなと思って。そう、はしごラーメンできるのって多分ここしかないと思うんで、じゃあ次行きますか。次行きまーす。じゃあビールが届いたんで飲もうと思います。カメラマンさんも一緒に。じゃあ乾杯。小なのに大きい。はぁ、おいしい。沖縄のラーメンってでもソーキそばしか食べたことないかも。あれラーメンじゃないんですよ、そばですか。そっか。ありがとうございます。私はラーメンのミニサイズです。すごい。じゃあ届きました。これメカブかな。メカブ、あ、昆布すごい。昨日の方言ではクーブって言います。へー、昆布。そうなんだ。いただきます。すごいあっさりしてる。塩味ですが、塩味は済みます。
飲みながらのラーメンも最高じゃないですか。なんか飲みながらラーメンあんまり食べたことない。なんか締めが多かったかも。いやミニラーメンなのに全部にチャーシューがしっかり入ってるのが結構すごい、うんうんうん、しかも肉厚ですね、うん、だから600円でこれは結構安いかもしれない、うん、ミニラーメン、うんうんうん、3杯目心配になってきました。なんか3杯目心配かも。今2つ食べてあっと思ってやばい。私もいや結構やばいかも。うんうん、完食、ごちそうさまです。完食しました。はい、ごちそうさまでした。駄菓子屋さんは挟みます。なるほど。でちょっと散歩してちょっと消化しないといけない。うん、ここに行こうかな。駄菓子夕焼け商店。じゃあとりあえずそこで散歩して少しお腹すくか分からないけどお腹少し食べたいと思います、はい、じゃあ行ってきます。じゃあ2階に行きたいと思います。え、何買おうかな。駄菓子何買ったらいいかな。駄菓子屋さんかもここが。あ、そうだここか。あ、これも懐かしいかも。これと、待って、カルメ焼きあった、カルメ焼きあった。これ。あ、これか。初めて見た。何これ。大きいやつこれだ。あ、だだだ、これ。チョコバット。こんなもんかなあ。これ好きだった、ヒエヒエコガムみたいな。10円ガムじゃないですか。そう、これお。じゃあこれでじゃあお会計します。はい、お願いします。合計で188万円です。安っ。待って、じゃあ細かいのあるかな。はい、じゃあこれで、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。188万円分買いました。じゃあ全然お腹が空かないんですけど3軒目行きますか。はっちゃんラーメンっていうのかな。ありました。あれかな、行けるかな。ここから50歩らしい。まだまだ平気かな。まだ平気。これでもちょっとここのラーメンはなんかこってり系なんでちょっとお腹が応えそうです。あ、来た。はい、届きました。普通のラーメン、普通醤油かな。結構ドロドロかも。いただきます。すごい細麺かも。うん、すごい豚骨ガツンとくるかも。家系好きなんですよ。なんか家系のドロドロさとこのドロさ、ドロさちょっと違うかも。なんだろう、家系って割となんかちょっと醤油の方が濃いけどこっちは豚骨の方が濃いかもしれない。うん、でこれが最後の一杯です。うん、ごちそうさまでした。食べた。じゃあ次行きますか。行きましょう。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあこれで2枚ずつ、はい、お願いします。はい、どうぞ。
ゃ乾杯。じゃ乾杯。2杯目。うん、ちょっと飲むとリセットされるかも。あ、わかる。すごい染みる。リセットされてます。はい、失礼いたします。はい。ミラーメンです。わあ、来た、すごい。福間も熊本だから。いただきます。わあ、そう。うん、さっきのに比べるとすごいさっぱりしてる。うん、すんげえさっぱりする感じがするけど、本当にさっぱりしてるのかな。もう食べ過ぎてもう分からんかった。完食した。やばやばいっすね。やば、もうだいぶこの辺までお腹いっぱいかも。やば、ごちそうさまでした。明日は多分お腹を壊すと思うので、今日はこの辺にしておこうかなと思います。でここには小さい時から何回か来てたりとか、あの大人になってからも何回か来たことがあったんですけど、一緒にこう喋りながら食べてはしごをしたことが今まで多分1回もなかったんで、ちょっとすごいハードなはしごだったんですけど、それができたっていうのはすごく良かったなって思ってます。ね、なんか次も食べる系にしようかな、なんかそれともなんかちょっと気になるなんかヤマトなんとかなんだっけ、なんとかかんとかっていうゴーカートでドリフトのできるところがあるらしくて、海老名とかあっちの方なんです。ちょっと遠いんですけど、食べるグルメアミューズメントではなくてこう遊ぶアミューズメントの方もやっていきたいなと思いながら、エンタメもこんな感じでマイペースでこう自分なりにこうカメラマンさんと仲良くこれからやっていけたらと思います。ハーピーでした。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。